日本橋は、泉強化が1914年に書き下ろしで発表した長編小説及び本人脚色による儀曲。やはり、強化作の不景図と並び、新箱パコ展劇の代表作の一つに数えられている。また同作を原作として、1929年には、溝口健二監督によるサイレント映画が、1956年には、市川根監督による、 長編劇映画が制作、公開されている。花柳翔太郎のうちよ、日本橋は書き下ろし小説として、1914年に、東京の出版社千商館から出版された。その後、戯曲日本橋が春陽堂で刊行され、改造者、岩波書店等の全集に収められた。初演は、1915年3月、東京、本郷の本郷座、真山聖華が客色した。 主役、落ちよな役を、北村六郎門下の大部屋俳優、花柳翔太郎が勝ち取り、これが、下流の出世作となった。なお、強化による、戯曲日本橋は1917年の観光である。溝の口版の映画、日本橋は、東京国立近代美術館、フィルムセンターに所蔵されておらず、現存するのは、市川版のみ。 2007年に角川エンタテインメントから DVD が発売されている。日本橋は1929年制作、公開、日活渦政撮影所制作、日活配給、溝口健二監督による日本のサイレント映画である。日本橋は1956年制作、公開、大英東京撮影所制作、大英配給、 一川根監督による日本の長編劇映画である、淡島千影国立国会図書館蔵書、国立国会図書館蔵書、ありがとうございます。